始まりました。今日は誰の担当かな。ワクワク。今日のナビゲーターはなはなスイカです。やった、スイカちゃんだ。今日はどこだろう。今回私はこちらわんぱく高知アニマルランドに来ました。高知の動物園、楽しみ。アニマルランドは99種589点の動物たちを飼育しています。すごい。都市型のこじんまりとした動物園ですが、本園の一番の強みは動物たちが間近に見られる点にあります。ほんと、手を伸ばしたら届きそう。それにこちらの動物園はなんと無料なんです。え、びっくり。ただで見れるんだ。アニマルギャラリーは室内展示で、来園者と動物を隔てるものはガラス1枚だけです。怖っ。館内で暮らしているチンパンジーやマントヒヒは来園者を見つけるとすぐそばまでやってきて、じっと見つめたりガラスに体当たりして愛嬌を振りまいてくれます。行きたい行きたい。他にはリクガメやヘビなどの爬虫類、熱帯産の鳥類などを見ることができます。今飛んだよね。アニマルギャラリーの中にいると動物たちを見ているのか、それとも見られているのか不思議な感じがすることでしょう。錯覚錯覚。中には恥ずかしがり屋もいますが、その他の動物たちもとてもフレンドリーです。お友達になれたのかな。高知市のワンパーク高知は朝から多くの親子連れでにぎわってます。無料だから夏休みの自由研究とか簡単そう。ライオンがぐったりする初夏の陽気の中、子供たちが大はしゃぎしていたのが再開した水遊びができる施設です。やった、楽しそう。2ヘクタールの池を中心にライオンや珍しいアルビノのマントヒヒなど動物が身近に見られるアニマルランド、遊具で遊べるプレイランドなど、園内は7つのゾーンに分かれています。すごい。子供がのびのび遊べる公園となっているんですよ。高知市の中心部に近く、高知港に隣接し、巨大な人工滝が流れ込む池を中心とした都市公園で、4.5 ヘクタールの広さがあり、アニマルランド、プレイランド、レストラン、水上ステージ、庭園広場、水辺散策広場などによってできています。一日中遊べるじゃん。アニマルランド内には触れ合い広場があり、モルモットやウサギの小動物をはじめ、ヤギなどの草食動物、アヒルやカメと触れ合うことができます。でか。プレイランドには空中ブランコやメリーゴーランドやバイキングをはじめ、ジェットコースター、観覧車など多くのアトラクションがあります。全部乗ってみたいよね。中でも観覧車からの景色は園内を一望でき、いい景色を見渡せます。観覧車に乗ればよかったよ。ゲームセンターもあり、遊ぶところがいっぱいです。これは絶対行くしかないよね。夏休みの自由研究はここで決まりだね。いかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。次回も絶対見てくださいね。絶対見るよ。